男気のないジャイアン、それが当時のアメリカ。前回と前々回の動画でアメリカのウィルソン大統領のひどさについては分かっていただけたかと思います。今回はそんなアメリカの横暴から日本の国益を守ろうとした石井菊次郎による石井ランシング協定について解説していきます。第一次世界大戦中の出来事なんで、前回の動画とは順番が前後してしまうんですけど、アメリカの横暴っぷり、自己中っぷりを分かってもらってからの方が理解しやすいかなと思ってこういう順番にしました。さて、協定の中身に入る前に、第一次世界大戦における石井菊次郎の立ち回りについてもう一度確認をしてみましょう。イギリスは日英同盟を理由に日本に参戦を要請し、日本はそれに応える形で第一次世界大戦に参戦しています。しかし、この時代っていうのは国益にかなわないと判断すればすぐにでも裏切るっていうのが世界の常識でした。大東亜戦争敗戦後にロシアが不可侵条約を破って日本に攻め込んできたのはいい例ですね。今の感覚では許せない約束破りなんですけど、当時の感覚としては当たり前だったわけです。そんな世界にあって日本の石井菊次郎はイギリスやフランスに対して、日本は絶対に裏切ることはない、お前らが勝つまで最後まで付き合ってやるよと堂々と宣言をしています。そして中国からドイツを追い出し、地中海においてもドイツの U ボートの脅威を排除し続けています。イギリスやフランスからしたら、いつ裏切るかもわからない連中の中に、俺は絶対に裏切らないよと宣言までしてくれる国があったわけですから、これがいかに心強かったかっていうのはわかりますよね。こういうことを開戦当初から石井菊次郎がやっていたからこそ、日本はパリ講和会議にも大国として呼ばれましたし、国際連盟にも有色人種で唯一常任理事国として参加しているわけです。これはすごいことですよね。さて、イギリスやフランスからは感謝されまくった日本の行動だったんですけど、一国だけね、不信感マックスで見ていた国があったんです。そう、あのウィルソン大統領率いるアメリカです。アメリカは日本の行動を見てどう思ったか。日本は英仏に恩を売って中国利権を拡大し、アメリカの邪魔をするつもりに違いない、とこう思い込んだわけですよ。だから日本の利権拡大を阻止すべく協定を結ぶことになります。これが有名な石井ランシング協定というやつですね。内容を簡単に説明すると、アメリカは満州における日本の権益を認める。代わりに日本は第一次世界大戦の混乱に乗じて中国の侵略をしない。また中国における貿易などの機会均等を日本は認める。こういう約束ですね。一番満州に対してちょっかいをかけてきていたアメリカが日本の満州権益を認めるって言ってくれたわけですから、これは日本にとっては完全勝利と言っていい内容なんですよ。前回の動画でも解説しましたが、21か条の要求など日本の目的は満州での利権の確保であり、中国の侵略ではなかったわけです。だからアメリカのこの提案は日本にとってメリットしかなかったわけです。またアメリカにとっても日本が中国侵略をするという不安を消すことができましたから、日本、アメリカ双方にウィンウィンの関係だったわけです。そしてアメリカは安心して第一次世界大戦のヨーロッパ戦線へと参戦することになります。ところが第一次世界大戦が終わると、アメリカは日本の満州権益はやっぱり認めたくないっていうことで、石井ランシング協定の破棄に努力することになります。そして後の動画でも解説しますけど、たった5年でこの協定を破棄することになります。要するに当時のアメリカにとって約束というのは相手に守らせるためのものであって、自分は守る気がさらさらないということだったわけです。これは余談なんですけど、当然パリ講和会議にはね、石井菊次郎が参加するってみんな思ってたんですよ。こんだけのことをやってくれた石井菊次郎っていうのはフランスとかイギリスでは超有名人でしたからね。ところが政権が変わってアメリカ信者だった原敬が総理大臣になると、石井菊次郎はパリ講和会議には連れて行ってもらえなかったんです。代わりにクルーズ満喫してたらパリ講和会議に遅刻しちゃいました、ごめんねという伝説を残した全くやる気のない西園寺金時が言ってるんですよ。これはちょっと頭痛がマッハですね。その後も石井菊次郎は原敬によって遠ざけられ、政治の世界から発言力を失っていきます。日本ではなぜか今も昔もこうした優秀な人材ってね、潰されてしまうんですよ。最近で言うならリーマンショックから世界を救った麻生総理大臣はマスコミのネガキャンによって総理大臣辞めさせられてしまいましたしね。これとちょっと似てますね。次回はロシア革命とシベリア出兵について解説していこうと思います。チャンネル登録、お気に入り登録をよろしくお願いします。